バッキング動画を編集し終えました。やったね。信じられない声量で、まあ、外がまだ明るくないことが幸いです。はい、というわけで誠くんのお誕生日公演間に合うように早く寝ます。遅刻しないように頑張るぞ。というわけで、私がカニ弁当を食べている間に、私が今回使ったスゴトクっていう旅行プランの紹介をさせていただきたいと思います。こちらはですね、オタ活にめちゃくちゃぴったりな旅行プランなんですけど、出発の2日前まで予約ができて、新幹線とホテルをバラバラで予約するよりもお得に使えるよっていう旅行サービスになっております。予約の方法もすごく簡単なんですけど、ちょっとこんな感じでできるよっていうのを紹介したいと思います。例えばなんですけど、来月の9月12日ランペがね、大阪城ホールでライブするんですけど、その時に合わせてこんな感じで検索をかけてみると、こんな感じでいくつかプランが出てくるんですけど、私は東京駅発のものがいいので、こちらをちょっと選んでみたいと思います。そうするとホテルがこんな感じで出てきたりだとか、あとは新幹線が選べる画面が出てくるので、それを確認して予約に進みます。でめっちゃいいなって思ったのが、この新幹線の時間とか座席とか全部自分で選べんの、めっちゃ良くない？まあ、例えばホテルのチェックインに合わせて、まあ、15時着とかで調べてみると、まあ、いくつか候補が出てくるんですけど、いいなと思った候補を選んで、この候補を希望するを押します。で第一候補として入れてくんだけど、この時はまだ指定席販売券が発売前だったので詳細な席は選べなかったんだけど、お任せで、まあ、例えばドア付近がいいなとか窓側がいいなっていうのがあれば選んで、あとはもっと出発日から近くなると座席も詳しく選べるので、私は今回の旅は座席を選んで予約したんですけど、袋も一緒に選べるので割と旅行の予定が立てやすいのかなと思います。でこれが切符受け取りに行った時の動画なんですけど、インターネット予約の受け取りにして、で QR コードをね、この下のところにかざすとこがあって、それをピッてやっただけで受け取れて、本当に30秒ぐらいかなでチケット受け取ることができました。めちゃくちゃ簡単だった。というわけで浮いたお金でカニ弁当を食べております。めっちゃ近いとこやった。よくない？これがん、あ、これか、これが駅で、あれが京セラで、ホテルここだから徒歩マジで30秒ぐらいです。やったね。ホテル着きました。今ちょっと髪の毛がボッサボサなので髪の毛直したいと思います。でなんか座席表みたいなやつが噂で回ってきたんですけど、前の席がたまわりだったらいい感じじゃないみたいな席だったんだけど、なんか座席構成みたいなのが若干変わってて、まばたくん怖いな、まどうしようって泣いてる今。お化粧直そう。あちー、なんかさ、めっちゃさ近くてファンの子がいっぱいいます。もうこのホテルは多分ほとんどバトルオブ東京しに来てる、バトルしに来てる子たちです。顔ちょっと白、白いくらいがちょうどいいですよ。まこと遠いんでね、割と時間はないのでワイワイ急いでほしい。今日は大輝くんファンの友達と一緒に泊まるんだけど、ホテルは一緒なんだけどライブは別々なんですよ。ホテル近いとさ、こういうとこがいいよね。ライブ前に一回髪の毛直したりしてから来れるとこが最高。ちょっともうちょっと直してから行きまーす。じゃーん、こんな感じ。ちょっとボタンを取ってるんですけど、こんな感じにしました。この昨日買ったワンピースがね、ちょポケット開いてるんですけど、これがめっちゃ可愛くて、ほらポケットがさ、もうほんと何でも入りますよっていうサイズなんですよね。このマーチンのバッグも可愛いので、ちょっとこれ入んなきゃいけなかったんですけど、これでいきたいと思います。これね、見てケースもこれ可愛い。で行ってきます。レーザーリャンバーロンで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 レな危ない。普通に BGM 流そうとしてけど、 BGM 流したらあれか、うちはだから BGM 歌ってんの。サイフィーサイフィー、あ、5かこれ、2じゃない見て2じゃない、2やな。
12個ハート作んなきゃいけないんだけど頑張れ。無理なんだけど、そんなの。だってさ、まことくんさ、可愛いよね。はこの世で一番可愛いんじゃないかなと思って。それは大輝くんだな。ちょっとサイフィーちょっとやめよう。まことくんのお誕生日なんだから。熊の子見ていたかくれんぼ、あーよいしょ、お尻を出したウッドモーション、あーよいしょ、夕焼けふやけでまた明日、せーの、また明日、せーの、いいな、いいな、まことっていいな、白くてもち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 やんけ、ほぼかわいいもちもちで、あの白さを保つためにビタミン C 飲んでんだから。きなりのりーかわちー魔法にかかれーかわちー。本当に死ぬかと思ったここにいたんだから、魔法ゼロにね。かわいい、あそこやっほー。今からケーキを買いに行きます。絶対に、そう、絶対に用意しとけ。まことくんのお誕生日が終わりました。0時16分。まことくんの誕生日終わったんですけど、ケーキ買いに行きます。まことくんです。かわちぃ。ちなみにやけど、シネマティックモードやから、まことはピンボケしてる。かわそうじゃん。マジで虚無った、これ。ここら辺は2ミリやったの、デザインだから。うん、名前とこの。うん、白井さんだけね。それ白井さんっていう、白井さんっていうのに、ここのところを先にやってしまったがゆえ、もうほんとちょっと吐きそうになって、うん、だからここら辺はほんと4時間くらいで終わった。赤ちゃんマンのケーキにしました。あ、これも撮りました。でもさ、うちさ身長小さいしさ、別に銀定いらない。これさ、なんかサインとかも書いてないって知ったからさ、いらないなと思って、もうこんなんシャーって振ってるけど、あそこにいる誠くん見てたんで、こんなんどうでもいいなと思って、で全然撮らなかったんだけど、それでも振ってくるぐらいはなんか銀手の落ちてくる位置だったり、うん、でも周りみんなさ、こうテープを集め始めてブル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 ね。でまあうち撮ってないわけじゃん、うん、そしたら最後になんか隣の人がなんか、全然撮ってなかったですよねっつってくれたと。何色入りますかって言われて、あ、お、あ、じゃ、金、金で、え、一本ずつありますって言われて、優しい、ありがとうございます。はい、では締めの一言どうぞ。まことくん、25歳も頑張ってね。おもろいね。おはようございます。 Get ready with me やりたいと思います。今回泊まってるこのプランみたいなやつがさ、新幹線とホテルがセットのやつなんだけど、行き帰り自分の指定席自分で選べて、泊まるホテルがなんか候補がいくつか出てくるやつなんだけど、ライブ会場の近くみたいなで選ぶっていうのもできて、この京セラドームの近くで選んで、こうだったんだけど、安いね、とりあえず。何、新幹線代に無料でホテルついてくるみたいな。わけがわからん。どこで買ってんですかというくらいの話なんだよ。マジで安いの。だからね、今回京セラドームだったけど、ジャニオタさんとかにも全然おすすめだし、ランプもさ、追加金持ったりしたし、主要都市、東京、大阪とかだけじゃなく、いろいろあるから、本当にどこで採算つくのかわからん。なんかこの、得すぎるプラン。おはようございます。デイツめちゃくちゃ眠い。今日はチェックアウトして、昨日ねギリギリに行って買えなかったグッズだったりとかを買うかなみたいな、ガチャガチャするかなって感じです。眠い。はい、2日目はお昼前ぐらいにドーム着いたんですけど、なんとファンタのガチャガチャが売り切れ。もうびっくりした。でランペを5回とサイキックフィーバーを1回だけ回したんですけど、ランペがね、何出てるかこれ分かんない感じで回してる。だから後々ガチャ見て何出てるかなーって見て、待ってちょっと待ってってなったんですけど、まあ、この後すぐ排出結果出ますのでお楽しみにという感じで、まあ、ガチャガチャね、ほんと500円玉永久にあるだけ回しちゃうので注意してください。
1時過ぎです。終電ちょい前のやつに乗ろうと思ったら、あの新幹線がトラブってて、終電ギリギリじゃない、ちょっと余裕あるやつだったんですけど、終電ギリギリになりました。結局私はあの東京まで帰れても千葉まで帰んなきゃいけないというミッションがあるので、それで帰ったんですけど、今日起きて水飲んで会場行って、でバクステチャレンジしてて、バクステチャレンジしたりとかグッズだったりガチャやったりして、であのご飯食べる時間を逃して、で駅で買って帰ろうと思ったんですけど、結局買えなくて、あの人いっぱいいて、お土産も買ってこれなくて、あと気づいたらたこ焼き食べてなくて、大阪を全然堪能 してこれなかったんですけど、まあおたかつってそういうもんですよね。家帰ったら今日は土用の丑の日ということで、なんか兄がうな牛を買ってくれてたんで、これを食べて寝たいと思います。ありがとう兄、ありがとう。テンションぶち上がっちゃって、あのこちらの買う予定がなかったブルーレイの方も買いまして、これを見ようかなと思いきや、サイキックフィーバー見ています。これはまずいですよ。これをきっかけに沼落ちする人いっぱいいると思います。スーパーイーサセットとかもいただいたりしたので、あ、聞くところによると、あのまだ二十歳になってないということで、二十歳になってから押そうかな。うち捕まりたくないんで、双眼でイーサ君見ながら、そうですね、あの公に出ていただいててよかったと思いましたね。はい、公に出てない未成年を双眼鏡で見てたら、うちマジで捕まるので、絶対に止まらない、ありがとうが止まらない感じでした。やばい、マジでどうしよう、どうするどうしよう。やっぱオタ活ってさ、ライブがメインになるとさ、できないよね、なんかあの観光とか。じゃあそんな時にあのすごとくで新幹線ホテル一緒に取ると、だいたい新幹線の料金でホテルがついてくるみたいな、なんかよくわかんない、なんかだから本当にどこで儲かってんのかなって心配になる、うちがね、 なぜかうちが心配になっちゃうんですけど、ちょっとでも節約したいじゃん、チケット代とかグッズ代とかなかなかかかるから。だけど新幹線使いたいって人にすごくおすすめなんで、よかったらぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。ちなみに来月のランペも個人的にすごとく使って予約したいと思います。2日前かな3日前かな、まあそのぐらい直前まで予約できるので、復活当選したとか、なんかリリーベが決まったとか、そういう人にもおすすめ。なんかこうオタ活ってさ、急に日程決まるとかあるじゃん、あと急に行きたくなっちゃうみたいな、うちみたいな人、ずっと前から予約しなくてもいいし、今日みたいに終電間際の新幹線とかを選んで、自分で全部さ、なんていうの、パックになっててさ、新幹線の時間も決まってたりすると結構キツキツのスケジュールになっちゃうけど、新幹線の時間も自分で決めれて、指定席も自分でどこに座るか決めれて、でホテルも大体何個かある中から自分で決めれてっていう感じで、いろんなプランがあるのでめっちゃいい。マジでこういうのでね、節約をして、あの推しにたくさん貢いでください。というわけで、おやすみなさい。